皆さん、こんにちは。今回は相撲界の裏側に潜む衝撃的な事件の数々に迫ります。日本の国技である大相撲は、その長い歴史の中で数多くの名力士を生み出してきました。土俵上で熱戦を繰り広げる彼らの姿は、多くの人々に感動を与え、勇気と希望を与え続けてきたのです。時に歓喜に、時に感動に包まれる国技館。それは日本人の心の拠り所であり、まさに国民的スポーツと呼ぶにふさわしい存在です。老若男女を問わず、多くの人々が相撲に魅了され続けてきました。しかし、その一方で、表舞台では決して明かされることのない数々の黒歴史とも呼ぶべき出来事が存在しているのをご存知でしょうか。華やかな受講棟の下で繰り広げられる熱戦。その一方で、舞台裏では数多くの引きこもごもが繰り広げられてきました。栄光の裏に隠された相撲界の深い闇。それを知ることは、このスポーツの本質を理解する上で欠かせないことなのかもしれません。数ある事件の中でも、特に大きな衝撃を与えたのがご存知、2017年に起きた貴乃花親方 VS 日馬富士関の暴行事件です。事の発端は、モンゴル出身の横綱日馬富士が平幕の貴乃岩に暴行を働いたこと。カラオケのリモコンで殴打するなど、常軌を逸した行為で、貴乃岩は骨折などの重傷を負ってしまいました。横綱という最高位に君臨する者が高位の力士に障害を負わせるなど、本来あってはならないことです。それだけでも十分に衝撃的な出来事ですが、事態はさらに思わぬ方向に発展していくのです。この事件が大きく取り沙汰されたのは、白鵬もその場に同席していたという事実が明らかになったからです。白鵬は日馬富士と共にモンゴル出身の横綱、いわば相撲界の顔ともいえる存在の2人が揃って暴力事件に関わっていたのです。横綱2人が絡む前代未聞の事態に、協会は大揺れとなりました。成り行きを重く見た協会は、日馬富士はもちろん、同席していた白鵬に対しても厳しい処分を下しました。結果として、日馬富士は責任を取る形で引退に追い込まれる事態となったのです。一方の白鵬も、一定期間の出場停止処分を受けることになりました。もはや隠し通すことはできない。協会は事態の収拾に追われることになったのです。傷害事件の当事者となった横綱。これだけでも十分に衝撃的な出来事ですが、物語はこれで終わりませんでした。2年後、かつての被害者であった貴乃岩が、今度は加害者の立場で部屋の付け人に暴力を振るうという、誰もが予想だにしない展開を迎えるのです。まさに因果応報とでも言うべき事態です。貴乃岩は、かつて自らが受けたのと同じ暴力を、今度は弱い立場の者に振るったのです。自らの苦い経験から何も学ぶことができなかったのでしょうか。それとも、相撲界特有の閉鎖的な世界に毒されてしまったのでしょうか。結局、貴乃岩自身も引退に追い込まれ、師匠である貴乃花親方も責任を取る形で協会を去ることになりました。この一連の出来事は、関係者全員の人生を大きく狂わせてしまった、まさに悲劇といえる事件だったのです。一人の力士の問題行動が、多くの人々を不幸のどん底に突き落としてしまう。この事件は、相撲界の持つ負の連鎖を如実に示す出来事だったと言えるでしょう。伝統の厚い壁に阻まれて、なかなか表沙汰にならない相撲界の諸問題。しかし、それでも時折、このような形で表面化することがあります。日馬富士の暴行事件は、まさにその典型例だったのかもしれません。ハイカラビデオ。大相撲は、古くから武士道精神を受け継ぐ、日本が誇る伝統スポーツです。何百年もの時を経て、脈々と受け継がれてきた文化であり、日本人の心の拠り所ともいえる存在です。伝統の中で鍛え上げられた力士たちの姿は、多くの国民に感動を与え続けてきました。土俵の上で繰り広げられる力士たちの真剣勝負。それは、スポーツの枠を超えた芸術とも呼ぶべき荘厳な光景です。観客席から送られる熱い声援。この一瞬のために、
力士たちは血の滲むような努力を重ねてきたのです。しかしその一方で、相撲界特有の閉鎖的な体質や独特の慣習などが様々な問題を引き起こしてきたのも事実です。何百年もの時を経て作り上げられてきた世界、それだけに負の部分も根深く染みついているのかもしれません。1960年代、絶大な人気を誇っていた横綱柏戸と大鵬が密輸された拳銃を所持していたことが発覚し、世間に衝撃が走ったことがありました。時は高度経済成長期、日本中が熱狂的な相撲ブームに沸く中での出来事だっただけに、衝撃は計り知れません。相撲ファンのみならず、世間一般からも横綱の座にふさわしくない、あまりにも不届きな行為だと非難の声が上がりました。スポーツマンとしての模範を全く示せなかった愚行、それが横綱2人の拳銃密輸事件だったのです。しかも驚くべきことに、2人は傷害事件の加害者になるなど、本来あってはならないことです。この一件はあまりにも露骨に当時の相撲協会の体質を表しているようにも思えます。一般の感覚からすれば到底許されざる行為です。それが人気力士ともなれば故意に見逃されてしまう。この事件は相撲協会の体質の一端を如実に示していると言えるでしょう。物事の善悪の判断すら力士の人気度によって大きく揺れ動いてしまう。それが当時の相撲界の実態だったのかもしれません。横綱の悪事すら隠蔽してしまう体質、それは長い歴史の中で作られてきた相撲界ならではの病巣なのです。ハイカラビデオ。さらに21世紀に入ってからも相撲界の闇は決して消えることはありませんでした。2007年には時津風部屋で起きた悲劇が世間を震撼させました。若手力士の時泰山が兄弟子3人からの暴行が原因で命を落としてしまったのです。古くから指導と称して行われてきた体罰がついに最悪の結果を生んでしまいました。これほどまでに悲惨な出来事がなぜ起きてしまったのでしょうか。端的に言えば、それは相撲界特有の閉鎖性が生んだ悲劇だったのかもしれません。外の世界から遮断された環境の中で理不尽な暴力が正当化されてしまう。そんな相撲部屋の内実がこの事件によって白日の下にさらされたのです。この事件をきっかけに相撲界の閉鎖性や非人道的な指導体制が大きく問題視されるようになりました。しかし長年の慣習は簡単には変えられません。伝統を守るという美名の下に今なお根強く残る非合理的な体質、それが相撲界の抱える大きな課題と言えるでしょう。古い因習と現代社会の常識、その間で引き裂かれるようにして問題が噴出し続ける。これが今の相撲界の抱える本質的な問題なのかもしれません。そして2020年には式秀部屋から力士9人が集団脱走を図るという前代未聞の出来事も起きています。彼らがカラオケボックスに逃げ込み相撲協会に助けを求めたことで、この問題は表沙汰となりました。一体彼らはなぜそこまでの覚悟を決めて脱走したのでしょうか。調査の結果、部屋のおかみさんによる行き過ぎた指導が原因だったことが明らかになります。私物検査やシャワー使用の制限など、21世紀の日本とは思えない非人道的な管理体制が行われていたのです。食事すら満足に与えられず、監視カメラで常に監視され続ける日々、それはもはや刑務所のような環境だと言っても過言ではないでしょう。彼らは過酷な環境から逃れるため脱走という最終手段に訴えたのです。命の危険すら感じるほどの理不尽な扱いを受けていた。それが脱走力士たちの証言から浮かび上がってきた実態でした。しかし彼らの行動は、見方を変えれば相撲界の因習への挑戦とも言えるのかもしれません。古い慣習に縛られ息苦しさを感じる若者たち、彼らの反逆は相撲界の変革を求める叫びだったのです。力士たちは自らの意思で相撲の道を選んだはずです。しかし非人道的な扱いを受け、自らの尊厳すら踏みにじられる。彼らの心の叫びに
私たちは真摯に耳を傾ける必要があるのかもしれません。この事件は相撲界の持つ病巣の深さを改めて浮き彫りにした出来事だったと言えるでしょう。伝統を重んじるあまり、時代に合わない非合理的な体質が温存され続ける。それこそが今の相撲界が抱える最大の問題なのです。変革への道のりは決して平坦ではないかもしれません。しかし、古い殻を破り新しい時代へと踏み出すこと、それが大相撲の未来を切り開く唯一の道なのかもしれないのです。華やかな土俵の舞台で活躍する力士たち、彼らはスポーツマンとしてだけでなく立派な社会人としても尊敬される存在です。伝統芸能とも言われる大相撲の担い手として彼らの名は広く知れ渡っています。土俵の上では勇猛果敢に戦い、土俵下では謙虚な姿勢を崩さない、それが一人前の関取と呼ばれるものの条件でした。子供たちの憧れの的であり、日本の文化の象徴ともいえる存在、それが本来の力士の姿だったのです。しかし、彼らの中には様々な問題行動で世間を騒がせたものも少なくありません。一般社会の常識から大きく外れた非行の数々、それは時に相撲界全体のイメージを大きく損ねるものとなってしまいました。伝統の世界に身を置く者としての自覚の欠如、強い権力を握る者としてのおごりから生まれた傲慢、そんな資質の欠如が彼らを破滅へと導いていったのかもしれません。元小結の露鵬はその典型と言えるでしょう。2006年の名古屋場所、対戦相手の千代大海とのトラブルからガラス板を割って大怪我をさせるという信じられない乱行に及んだのです。あろうことか現役力士が傷害事件の加害者になるなど、本来あってはならないことです。一体彼の頭の中では何が起きていたのでしょうか。思い上がりから生まれた自分は何をしても許されるというおごりの意識、それが彼をここまでの所業へと駆り立てたのかもしれません。しかし、彼の問題行動はそれだけでは終わりませんでした。その後、大麻所持で現行犯逮捕されるという事態に発展するのです。一介のスポーツ選手がこうした犯罪行為に手を染めるなど言語道断、結果わずか4年半でその短すぎる相撲人生に幕を下ろす羽目になってしまいました。法を犯してまで手に入れた一時の快楽、そのために彼は全てを失ってしまったのです。才能ある力士の人生を台無しにした悲しい結末と言わざるを得ません。露鵬の後輩である若の方もまた大麻所持で協会をクビになってしまいます。195cmを超える長身と抜群の身体能力を武器に将来を嘱望された逸材だっただけに、余計に残念でなりません。彼は入門からわずか11場所で新入幕を果たすなど、その才能は誰の目にも明らかでした。日本相撲協会がスカウトに力を入れているロシアからの留学生だっただけに、協会の面目も丸つぶれ、若の方の素行の悪さが協会全体の信用を大きく損ねてしまったのです。外国出身力士の育成に力を入れていた相撲協会にとって、これは大きな痛手でした。彼らに多大な期待をかけていただけに、裏切られた思いは計り知れません。ハイカラビデオ、そして万人の注目を集めたモンゴル出身初の横綱朝青龍、驚異的な強さで一時代を築いた大横綱でしたが、その一方で数々の問題行動でも話題を振りまきました。土俵下での立ち振る舞いに品格を欠くと、しばしば批判の的になったのです。横綱という最高位に君臨するものの傲慢とも取れる態度、それが多くの相撲ファンの反感を買う結果となりました。横綱としての威厳を自ら貶めるような振る舞いの数々、それは到底許されるものではありませんでした。特に同じモンゴル出身の大先輩海王とは何かと因縁の対決が続きました。感情のままに雑な取り組みを見せ相手を怒らせるなど、到底横綱として誇れる行為ではありません。ついには朝青龍が海王の髷をつかんで反則負けするという前代未聞の珍事も起きてしまいます。伝統の厳しい相撲界においてこれほどの禁じ手はありません。
まさに横綱の威厳を自ら貶めるような愚行だったのです。強さを武器にやりたい放題を繰り返す朝青龍、それは多くの相撲ファンの期待を裏切る行為でした。横綱としての品格を疑われ、たびたび批判の的になったのも無理はありません。さらに口論から殴り合いの大騒動にまで発展するなど、到底許されざる乱行の限りを尽くしました。こうした問題行動の数々が響いて、朝青龍は結局現役を務められなくなってしまいます。一時代を築いた大横綱のあまりにも汚れた引き際、これほどまでに相撲界の品位を貶めた力士は他にいないでしょう。横綱としての自覚が全くなかったとしか思えません。彼らに共通しているのは、各界の伝統や秩序から大きく逸脱した言動の数々。本来なら模範となるべき立場でありながら、むしろ相撲界の品位を貶める存在になってしまったのです。特に横綱という最高位につくものとしての自覚の欠如、それが彼らを破滅へと導いた最大の要因だったのかもしれません。強さを重ねきたおごり、伝統を無視した身勝手な振る舞い、そうした資質の欠如が彼らの人生を大きく狂わせてしまったのです。彼らの末路は、これから相撲界を目指す若者たちへの大きな戒めとなるはずです。スター力士であればあるほど影響は大きい。彼らの振る舞いは子供たちに悪影響を及ぼしかねません。自らが相撲界の代表であるという自覚、そして一人の人間としての品格、それらをしっかりと持ち合わせることが真の横綱たるものの条件なのかもしれません。一時の過ちが取り返しのつかない結果を招く、それがこの世界の厳しい現実なのです。さて、いかがでしたでしょうか。今回は大相撲の衝撃的な事件に迫ってみました。土俵の華やかな世界の陰で、数多くの引きこもごもの物語が展開されていたのです。伝統の美名に隠された各界の深い闇、果たしてこれからも次から次へと明るみに出て続けるのでしょうか。私たちはこうした負の部分にもしっかりと目を向ける必要があります。大相撲は単なるスポーツではありません。長い歴史の中で培われてきた日本の伝統文化の結晶とも言えるでしょう。だからこそ、その内実もまた他のスポーツとは大きく異なるのです。華やかな舞台の裏で絶えず権力闘争が繰り広げられる。伝統の美名の下に非合理的な慣習が温存され続ける。そうした相撲界の病巣を直視することなしに、このスポーツの未来を語ることはできないはずです。改めて大相撲の歴史を紐解いてみると、私たちが普段目にしているのはほんの表面的な部分に過ぎないことに気づかされます。土俵の内外で繰り広げられる人間ドラマの数々、栄光の裏で流された汗と涙、そして伝統の名の下に繰り返されてきた数々の愚行、相撲界という独特の世界の本当の姿を少しでも垣間見ることができたのではないでしょうか。歴史と伝統に彩られたスポーツとは思えないほどに深遠な世界、それが大相撲の真の姿なのです。武士道精神とフェアプレーの理念、この崇高な思想を胸に秘めながら、己の野望のためなら手段を選ばない者たち、限りなく光に近い存在でありながら、その反面で深い闇を抱えているのです。大相撲は日本が世界に誇る文化の一つです。しかしその内実は必ずしも健全とは言えません。むしろこうした負の部分にも真摯に向き合うことが大切なのです。古い体質を改め、時代に合った形で改革を進めていく、それこそが大相撲の未来を切り開く道なのだと信じたいものです。今回のまとめ動画を通して、相撲というスポーツの奥深さを感じていただけたなら幸いです。日本が誇る国技の発展のためにも、こうした問題について考えを巡らせ続けることが大切だと思います。伝統を守りながらも、古い慣習に縛られることなく新しい時代を切り開いていく、それこそが大相撲に携わる者たちの責務であり、このスポーツに課せられた使命なのだと言えるでしょう。負の部分にしっかりと目を向けながら、それでもなお大相撲の未来を信じ続けること、古い殻を破り
新たな一歩を踏み出す勇気を持つこと、それこそが今私たち一人一人に求められていることなのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。